私が今バンドやってる理由、人気になってチヤホヤされたいっていうのは変わりない。でもそれは私だけじゃない。この4人でだ。一生存在証明と大事な思いをバンドに託してるんだ。少ないかもしれないけど、誰かに深く刺さるんじゃないかな。そうか、力抜いて大丈夫。初めから敵なんかいない。私が勝手に、私練習頑張るから。リクートボッチ2人の文化祭でしょ。みんなに見せてよ、本当は後藤さんはすごくかっこいいんだってところ。私確信したんだ、ボッチちゃんがいたら夢を叶えられるって。だからこれからもたくさん見せてね、ボッチちゃんのロック、ボッチザロックを。